にちは、私は佐々木花美です。今デルタディストリクトに3年間います。今はグレード12です。今はデルタディストリクトで3年間勉強しています。とても充実した毎日で、学校の先生方もすごくフレンドリーで、いつも気にかけてくださって助けてくださいますし、とても充実していると思います。私は将来先生になりたいと思っていて、今サイモン・フレーザー大学、ブリティッシュコロンビア大学、そしてトロント大学からオファーが来ました。とてもワクワクしています。その中で私はトロントに行こうと思っています。トロントには行ったことがないので、そこでまた新しい経験ができることを期待しています。今のホームステイは本当にいいです。いつも気遣ってくれるし、私を家族の一員として見てくれています。デルタはすごく楽しいところで、絶対一生忘れない思い出になると思います。ぜひカナダに来てデルタで勉強してみてはいかがでしょうか。